三菱重工、ソニー、それこそサムコだったりとか。旧帝大の中だと九州大学ってどういう位置づけだと思いますか？夏は5社ぐらい出して全落ちしました。あ、そうなんですか。今回は九州大学の高幸さんに超リアルな就活の状況を聞いていきたいと思います。イエーイ。よろしくお願いします。高幸さん、今就活ってどんな状況ですか？今は本選考を2社ぐらい出していて、あとはウェブテストだったり ES の対策など様々行っています。ちなみに本選考進んでいるのはどういった企業なんですか？一つはデジタルマーケットをやっているっていう会社と、もう一つはコンサル企業、どっちも一次の面接を控えているっていう状態になってます。で、自分が就活の軸というか、見てる業界の一つとしてデータを扱っているような業界を見ているので、そういうふうな業界を今後受けていこうかなっていうふうに思ってます。冬のインターンとかも出してるんですか？冬のインターンはあまり出してなくて、それよりも今は ES の対策であったり、ウェブテストの対策、面接の対策を重視してます。一社も出してないんですか？インターンはそうですね、一社も出してないですね。もう本選考を出すか、その面接の対策であったりとか、就活の対策をやってるっていうのが状態ですね。ちなみに夏はどこに出したんですか？夏は5社ぐらい出して全落ちしました。あ、そうなんですか。ちなみにその夏のインターンは具体的にどの企業を出したんですか？一つはソニーさん、村田製作所、野村総研、JFE スチールで三菱総合研究所ですね。うん、お、めっちゃ大手だね。多いね。その5社を選んだ基準とかってありますか？夏は自分の中ではあんまり就職活動をする予定はなかったんですけど、その研究室の周りのメンバーが徐々に始めて、自分もやらないといけないっていう風になって、急いで就活のアプリを登録して、そこからインターンの締め切りが早い順に申し込んだっていう慌てて始めた結果、全落ちっていう感じです。冬になって軸っていうか業界がちょっと定まってきたっていう感じなんですか？やっぱ研究活動をしていくにつれて、メーカーっていう選択肢もあったんですけど、今も見てるんですけど、メーカーの他にも、材料を研究してるんですけど、その材料を開発するだけではなくて、そこからお客様に届けるまでの過程も非常に自分の中で興味があって、それを改善していく業務がある、業界とかそういうのに少しずつ興味を持ち始めたというのがありますね。その夏のインターンで落ちたって言ってたと思うんですけど、それ具体的にどの段階で落ちたんですか？もう5社とも全部書類落ちで、はい、さっき言ってた夏のインターンの5社っていうのは、周りの旧大生もみんな出したら落ちちゃってる感じだったの？いや、周りは多分そうではなくて、やはりちゃんと ES を書いておけば通過はすると思います。今内定とかってもらったりしてます？今は内定はゼロです。周りには内定持ってる人とかいるんですか？ちょくちょく出てき始めて、早期選考を通ったっていう人もいて、少し自分が焦っているっていう状態ですね。内定持ってる人は具体的にどういう企業からもらってるんですか？具体的にはアビームさん。なるほど、大手ですね。すごい。うん、院生は就活より研究とかを重視してるんですか？そうですね。やっぱ研究も大事だし、就活も大事というところなので、多分今の時期は五分五分っていうところが多いのかなっていうふうに思ってます。ただ、やっぱ研究室によって活動が結構大きく違ってくるので、やはりその忙しい研究室に入ると、そこの割合がやっぱ変化したりしますね。高幸さんはその研究と就活ってどういうふうにバランスをとってるんですか？僕の研究は材料の研究なので、ある材料をある条件で処理しますっていう風な、この処理の時間が結構あったりするのもあるので、この処理してる間にちょっとやったりとか、そういうことをしてますね。この時間の間に ES みたいな。めっちゃ忙しそう。大学院生の1日のスケジュールって今どんな感じなんですか？その就活と合わせるとどんな感じなんですか？だいたい朝8時半に研究室に向かって、そこから午前中まで研究で、その午前中の間に研究の合間に就活を行ったりっていう感じで、午後もそういう感じで研究の合間に就職活動 ES の添削であるとか、そうそういうことを行っています。終わる時間なんですけど、あんまり固定化してなくて、早い時だったら5時6時で、遅い時だったらもう日またぐぐらいまではあったりもします。固定化はされてないっていうような感じですね。それは土日とかはちゃんとあるんですか？もう土日はもう完全休養してますはい、そこは区切りを使って土日は休んでます。研究室の推薦とかってもらえたりするんですか？特定の研究室が、コネというかそういうので、優遇になったりすることはあんまり聞いたことがないですね。なんか高之さんって今まで結構メーカー系だったり、あとコンサルみたいな文系方向でもいろいろ進んでると思うんですけど、これからはどっちの方向で就職を進めようかなって考えてますか？現状はまだきっぱり決まってはなくて、これから絞っていこうかなっていうふうに思ってるんですけど、やっぱり大学院まで行ったので、理系の強みは生かしていきたいなというふうなことで、やっぱり数字であったりとかデータを扱って分析を行うような業界、将来つきたいなっていうふうには考えてますね。周りではどっちの割合が多いんですか？周りはやっぱりメーカーが多いかなっていうふうに思います。なんか九州大学の人たちが受けがちなあるあるの企業ってなんかどういった企業ですかね？そうですね、僕の周りはやっぱり理系なので、理系ってなってくるとやっぱり大手の材料メーカーであったり、機械メーカー、そういうところが多いかなっていうふうに思います。で、大学全体で見るとやはり九州に残りたいっていう方も結構多いので、そういう九州に本部がある企業であったりとか、あと公務員の方も結構いるのかなっていうふうには思ってます。それは具体的にはどういうところを皆さん受けるんですか？そうですね、一つが三菱重工であったり、あとソニーの半導体をやってる事業であったりとか、やっぱ九州半導体のメーカーが多いので、それこそサムコだったりとか、そういうところが多いのかなっていうふうな印象です。九州といえば半導体とかタイヤみたいなそういった材料系が強いイメージだと思うんですけど、なんかその九州の企業から見て、なんかその九州大学ってすごい名前って聞いてる部分ってあるんですか？そうですね、やっぱり九州に事業所を置いたりする企業とかはやっぱ九州大学を欲しているなっていう風な印象がありますね。県外に行く人とそうじゃない人の割合ってどれくらいなんですか？そうですね、自分の感覚で言うと五分五分かなっていう風に思ってます。県内に残る人は結構どういう企業を受けていくんですか？やっぱり印象深いのはやっぱ九州電力だったり、旭化成っていう企業が多いのかなっていうふうに思ってますね。前に明大編の方も撮ったんですけど、旧帝大の中だと九州大学ってどういう位置づけだと思いますか？自分の偏見なんですけど、まず九州と北海道がこの一番下をどっちが上かっていうのを争ってて、でその上に名古屋大学と東北大学と大阪大学が均衡しているって、でその上に京都東大っていうふうな感じはしますね。それは学歴とかじゃなくて就活とかでも感じるんですか？九州の方っていうのはやっぱり就活の時期が比較的遅いというか、関東の方が結構取り組みが早いっていうふうに人事の方とかも伺っているので、やはりそういう就活の取り組み方の面でもやはりそこら辺は少し遅っているのかなっていう風に感覚ではありますね。学部生とインターンとかで会うと結構差を感じたりするんですか？なんか自分はちょっと勝ってるなとか。いや、正直あんまりなくて、なんなら学部生の方が結構対策してるなっていうふうには感じたりしますね。研究がありますしね。研究だけではやっぱ就活を行っていけないので、やっぱそういう就活の対策であるとかはやっぱり学部生に全然自分も及ばないなっていう時は全然ありますね。そう思っていただけてなら安心です同じ研究室の先輩はどういう企業に内定もらってるんですか？主にメーカーで、一つはイビデンというような半導体の会社で、一つが三菱ケミカルで、もう一つが日本外資っていうセラミックの会社です。そこもめっちゃ大きい企業ばかりなんですね。今回は九州大学の大学院生にしかわからないあるあるがたくさん聞きました。院生って結構年上だし結構遠い存在だと思ってたんですけど、結構身近に感じれてすごいいい回になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。コメントもお待ちしてます。待ってます。